エンジェル悦子さんと呼んだ方がいいんですか、呼ぶと。そうですね、私はそう、これは私の結婚生なんです、エンジェルというのは。変に芸名だと思ってる人もいるみたいなんですけど。あ、でもかっこいいですからね。すいません、スタンリー・ジョーダンさんの、ま、要は日本向けエージェントみたいな感じなんですかね。そうですね、ま、サンリーさんの日本関係で、特にあのワークショップに関しては、はい、お手伝いをさせていただいてるっていった方が、まあ、一番正しいんじゃないでしょうかね。なるほど、なるほど、はいはいはい。まあ、ウェブサイトの、ね、作成の手伝いですとか宣伝ですとか、はいはい、まあ、もちろん通訳も入らせてはいただくんですけどね、はい、はい、でお話を伺っていたらアメリカで音楽療法士、音楽療法士、まあ、ミュージックセラピスト、日本でも今ミュージックセラピストで全然通じますね、はい、わかりました、はいはい、あ、これはやっぱりそのことについてもうちょっと聞きたいなっていう、はい、いつから、アメリカに行かれてるんですか、ちなみに。アメリカに来たのは2008年なんです。2008年の3月に来たんですけれども、はい、はい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 、まあ、日本人の女性がアメリカでこうやってお仕事をされているっていうこととか、あとそのあれですね、ミュージックセラピーっていうところで、あのどんなことをされているのかっていうのを主にお聞きしたいなと思っています。わかりました。まず音楽療法なんですけど、はいはいはい、私は音楽療法は実はイギリスで学んだんですよ。ああ、そうなんですか。はい、1999年にイギリスに渡りまして、はい、2007年までイギリスにいたんですね、はい、で日本に一旦帰ってきまして、まあ、いろいろビザの関係があって、はい、で、まあ、その時にまあ、イギリスでのもちろん音楽療法の研究もそうなんですが、まあ、イギリスにいられなくなったっていうのが基本的にありまして、はい、で、まあ、アメリカに仕事があるよというふうに言ってくださった友人の方がいて、まあ、それでアメリカの音楽療法士の仕事を、まあ、まあ、結局申し込んで、はい、でそれで採用されてというのがまず最初なんですね。ただスタンリーさんに関しては実は存じ上げるようになったのは私 の, 主人と出会ってからになります、はい、主人がすごく音楽が好きな人で、もう本当に何百という、はい、CD を持っていまして、で、はい、その中にスタンの CD があったんですよね、はいはい、で私は全然スタリーさんのこと存じ上げませんで、あ、そうなんですね、はい、その時は、うんうんうん、でただ主人がすごくもう本当にジャズはすごく好き で,、はい、でいろんな音楽 の, 分野に長けている人なので、うんうんうん、スタリーさんのコンサートに連れてっていただいたことがあったんですよ。そうなんですね、うん、でその時に本当に一発で惚れ込みまして、スタンリーさんの弾き方と、あとやっぱり先ほど言われてましたよね、感情ということをね、そのやっぱり場所とか自分の体とかと感覚ですね、その一体一致するその気持ちっていうかですね、すごく音楽で伝わってくると思うんですよね、聞かれてると分かると思うんですけど、はい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 、でそこにすごく魅力を感じたんです。ただ主人から、いや実はスタンリーさん音楽療法ってもミュージックセラピストになる勉強されてるんだよなんていう話をされて、はい、だからその時は全然関わりがなかったんですね、はい、まあ、ファンの一人 で, す、うんうんうん、でしたし、はい、で、まあ、でも何度かコンサートに行くようになって、Meet and Greetっていうチケットを買うことができるんですよね、アーティストと。そうです、はいはいはい、でそれを主人がプレゼントしてくれて、でその時にちょっとこう、はい、私も実はミュージックセラピストなんですけどねなんて話をした時に、ああじゃあそれだったらぜひメール送ってよっていうような話に、まあ、なって、でもそれでも少しその後期間が空いたんですけど、ちょうどこのパンデミックが始まりまして、うんうん、スタンリーさんが それをきっかけですね、一番はそのパンデミックが始まってからお互い家にいる時間が長いじゃないですか、やっぱりパンデミックで外に出れませんし、はい、でスタンリーも演奏ができなくって家の中にいたということがあって、まあ、それで結構 Zoom などを通して話をするようが頻繁にするようになって、はいはい、でその時に私、まあ、音楽療法士として仕事はしていましたけど、はい、自分の音楽が全然好きになれないっていうか、なんかやっぱりどっかでこう
自信がなかったんですよね。でそのことをスタニーさんに実は話をしたんです、うんうんうん、もうなんかちょっと自分の音楽が本当に好きになれないし、はい、なんかもうやってていいのかわからないっていうような話をした時にスタニーさんがいや僕がきっと手助けできると思うよと言ってくれて、だからまあちょっとじゃあ一回レッスンしてみようかねなんて話をはい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 、はい、でそこで本当に目から鱗でしたねそれで曲を短い曲をスタニーさんが私のために作ってくださって、それを作っていただいて、でそれをこれを聞いてちょっと即興の練習しなさいみたいな感じで、でその後もまあ 何回かレッスンを受けさせていただいて、でそれでこう自分の中にあるものっていうかに気がついたっていうのがありましたね。だからやっぱりスタニーさんがおっしゃるその一体感ですよね、音と気持ちとあと体の使い方と呼吸の仕方とか、はいはい、で本当にその時にすごく救われたと思ったんです。うーん、でそれでいろいろ話をさせていただきながら、いや実はね自分がこういうことをやっているんだけど、まあ、学校をねオンライン学校を立ち上げているんだけど日本人の人にすごくいいと思ってるんだよね、はい、というような話になりまして、はい、でまあ、いろいろこう見せていただいたりとか考え方を聞いてたらそうですね、日本人の方は確かに勤勉な方が多いですしすごく真面目に取り組まれると思うので、はい、スタンリーさんの考え方を伝授するのはとてもいいと思いますよって話をしていたんですね、はい、でまあ、何か私がお手伝いできることがあればっていうことから結局始まったんですよ。それでじゃあ時期をって言ってて、まあ、実は本当は今年の10月ぐらいにワークショップができたらいいねというふうな話だったんですが、はいはいはい、それがちょっとこう、まあ、時間とか彼のちょっとツアーが始まったりとかしていたので、はいはい、でちょっと遅れたりとかして、うん、でも本人がやっぱりやってみたいっていうふうに、うん、まあ、それでじゃあいろいろとちょっと手はずを私ができる限り、うん、やってみますよっていうことで、はい、じゃあちょっとスタンリー・ジョーダン・エンタープライズ の日本語通訳として、はい、日本語担当としてちょっとやってくれないかなっていう話だったんですね。じゃあ悦子さんから見たスタンリーさん、この演奏が素晴らしいのはね、もちろん多くの方に見て僕もすごい尊敬しているミュージシャンですけども、うん、まあ、もうちょっとパーソナルなところで悦子さん、スタンリーさんっていうのはどんな方ですか？いや本当に親身な方ですよね。やっぱり、うん、音楽療法、自分がミュージックセラピーを、うん、まあ、学生さんなんですけどまだやっぱりされたいという、はい、意欲があるだけやっぱり人を助けたいっていう思いです。学生さんまだどうしてもツアーがの関係でまだミュージックセラピスト、はいはい、まあ、学生さんなんですよね。ちょっとですね、じゃあそしたらスタンリーさんはまあ、これだけのキャリアのある、ね、ミュージシャンで、まあ、まあ世界的にもちゃんと名のある方ですよね、ええ、でそういう方がそのミュージックセラピストのお勉強を今始められたっていう。そうですね、まあ、始めたのはずいぶん前になるんですけど、はいはいはい、2011年ぐらいに多分始められてるっておっしゃっていらっしゃったので、記憶しているので、はい、ただこうやっぱりツアーの関係でずっとこう続けてコースが取れないのじゃないでしょうかね。だから、まあ、ご自身をご紹介するときは自分はまだ音楽療法の学生ですよというふうにおっしゃいます、まあ、大学院の学生さんですよね。すごい、なんかそこがまたちょっとびっくりで、まあ、年齢もね、まあ、すごく若くはないと思いますし、そうですね、でそういう方がこう、まあ、一からというかちゃんと自分のほらプロフェッショナルミュージシャンっていう確固たる、まあ、仕事というか、うんうん、あるじゃないですか。だけどそういうところに目を向けて、まあ、自分自ら学生と名乗って学ぶ姿勢っていうのを、いやすごい尊敬ですね。素晴らしいですね。はい、あちこちでアメリカの音楽療法学会の方では、まあ、スタンリーさんが
アンバサダー的な存在になってらっしゃるので、はいはいはい、ね、講演をされたりですとか、あとは、まあ、音楽療法という形ではないにしても、こうお子さんとね、障害を持たれたお子さんとこう音楽を通して関わられたりとか、このスタニさんの学校のオンライン学校の方に行っていただくと、はいはい、いろいろなあのスケールをスタンリーさんがこう、うん、集められていましてね、はい、でそのもちろんジャズミュージシャンの方ですから、その音の組み立てですよね、すごく大事にされるので、そのやっぱり 音のその並べ方でどういう影響があるのかっていうのをやっぱりいつもいつも真剣に考えられてるんですよね。だから例えばシンプルなメジャースケールと、はいはい、マイナースケールだったら、簡単に言ってしまえば私たちの心に感じることってちょっと違うじゃないですか、はいはい、やっぱりマイナースケールは少しちょっと悲しみがあったりとか、はい、少しこうね心に訴えかけてくるものがあるのに対して、メジャースケールはもう少しこう明るいような感じがあったりとか、でもそれだけではなくても、いろいろなそれに違う音を付け加えることでまたスケールが変わってきて、それでまた複雑な感情が表現できるっていうものをたくさんスタイリストはもちろん当然ミュージシャンなのでお持ちいて、やっぱりそれを使われながら、即興されながら、実際にこう患者さんというか対象者の方と、うんうん、心が通じ合う経験をたくさんされてきているようなんですよね。うん、それでやっぱり、まあ、音楽療法っていうのが学生さんになる前から、その関わりというかに気がついてらっしゃっていたようですね。はあ、すごいですね。もちろん僕もいろんなねスケールとかっていうのは、まあ、勉強して分かってますけども、それがこう、まあ、メジャーが明るいとかマイナーが暗いとかっていう、その、まあ、そのくらいのその感情的なところで言うと、そのくらいな感じは意識してますけども、うん、例えば、まあ、じゃあメジャーの4度が、シャープしたリディアンスケールっていうのはどんなこう、なんていうの、それがこう心というかメンタルというか、その、ミュージックセラピーとしてどんな効果があるかとか、そんなことを考えもしなかったですね。うん、なんかこんな雰囲気とか、ちょっとこう、うん、ちょっとこうふんわりした浮遊感のある雰囲気とか、うん、ちょっと、難しい響きとか、うん、そういった印象はありますけども、それがこう人の心にどう響くかっていうのは全然考えたことなかったですね。そうですね、まあ、結局本当に真面目にそういうことを追求されている方って、うんうん、でも本当に親身な方ですね。一ファンとして最初に関わらせていただいて、でもその時もすごく気さくで、うんうん、で本当に穏やかな方なので、うんうんうん、とても穏やかにお話をされて、人の話を聞くのもすごくやっぱりじっくりと聞かれる方ですよね、はい、でまた覚えてらっしゃるのがすごいなと思いました。こう何か前以前言ったことに対して、この間こういうことを言っていたよねっていうことがあったりとかすると、あ、すごいなって思ってますよね。じゃあ、はい、音楽療法士とはっていうところで、実際どんなお仕事なのかっていうのを、まあ、ざっくりとでもいいんですけども、ちょっとお聞かせいただけると。そうですね、まあ、じゃあ私がしてきた仕事という形でお話しさせていただきたい、はい、音楽療法といってもいろいろなやり方がありまして、そう、私がこれから話させていただくのを私がやってきたやり方というような形になりますね。まあ、今現在仕事しているのは精神病院になります、うんうん、ですので、まあ、精神病院といっても、まあ、ちょっと、そうですね、司法の法律の方と関わってくるので、はい、その犯罪を犯してしまった方とかですね、うんうんうん、そういう方たちで精神病を持っている方たちとの関わりというのになるんですね、うんうんうん、で、まあ、その方たちとじゃあ音楽療法を通してどのようなことをするかっていうことなんですけど、もちろん即興をね一緒にしたりとかして、
こうすることもありますが、なんて言うんでしょうかね、まあ、例えば簡単に言うと歌を一緒に歌うとかですね。でも目的はちゃんとあるあってのことなんですけど、その歌の歌詞っていうのをやっぱり大事にすることもするんですよ。だからその歌の歌詞を見る中で、その歌の歌詞を分析っていう形では、まあ分析っていう言い方を使いますけど、例えば一緒に歌ったりとか、そのレコーディングされてる歌を例えば聞いて、でその歌詞を見ながら自分のこう人生と照らし合わせていったりとか、もうそうですね、どっちかっていうと心理療法的なものも少し入ってくるとは思う、はいはい、ただ私たち心理療法という言葉をあまり使うことはできないんですけど、そういう面でのメンタルのケアの面で既成、はい、の音楽を使ったりとか、あとは逆にソングライティングですね、はい、歌を一緒に作ったりとか、歌を一緒に書いて、うんうん、まあ、一番簡単なやつで言うと、例えば My Favorite Thing っていうのがありますよね、はいはい、でそこに例えば自分の好きなものを当てはめてもらうとかね、まあ、一番それが本当に基本的な一番分かりやすい例だと思うんですけど、はいはいはい、ただこう抜粋して、じゃあ自分が好きなものってなんだろうっていうのを入れてもらって、うんうん、まあ、もらいながら、じゃあなぜそれが好きなのか話し合ったりとか、子供時代に結構傷を負ってる人たちもたくさんいるので、うん、はい、まあ、その部分で少しこう何て言うんですかね、バランスを取っていくっていうんですかね、何かネガティブな感情だけとか怒りだけにこう持っていくのではなくて、例えばそれ以外のものにも目を向ける方向性を少し示唆してあげたりとか、あとは逆に怒りとか悲しみの感情っていうのを楽器を演奏を一緒にしたりとか、歌を一緒に書いて作ったりとかすることで表現をしてもらうっていうことで、少しこう、まあ、治療的な役割をするというか、まあ、心の健康的な部分に少しでもこう、はい、手助けをさせてもらえたらっていうような形なんですかね、はいはいはい、ちょっとうまく言えないんですけど、でも分かります、すごく、まあ本当にその犯罪っていうことを抜かして、精神病っていうのだけで考えると、やっぱり本当にいろんな複雑なものが絡まってるとは思うんですよね、はいはい、社会的背景だったりとか、うんうんうん、アメリカだとやっぱり人種差別、うんうんうん、やっぱり人種の問題ですとか、もちろん生まれた環境のね、その問題ですよね、はい、片親だけで生まれてしまったりとか、うん、やっぱり虐待されたりとか、はい、ったりとか、もちろん薬物中毒だったりとか、もう両親が薬物中毒の中で生まれてきてしまって、うん、という、もう人たちもたくさんいたりとか、まあ、日本もね、はい、表沙汰には出ないでしょうけど、そういう方たちがいるとは思うんですね、いらっしゃるとは思うんですよね、はい、だからそういう方たちに、まあ、何ができるのかっていうのは私たちも模索中だと思います。本当にこれをやったから治るよとか、うん、これをやったからどうなるよっていう答えは絶対にないと思うんですけど、歌詞などもアーティストの方たちは結構いろいろな歌詞を書かれているじゃないですか、はいはい、やっぱり人生の苦しみだったりとか、うん、楽しみだったりとか、うん、人に対する愛情だったりとかね、うん、恋人に対する愛とかももちろんそうですけど、そういう歌詞をこう一緒に見たりとか読んだりとか、うん、そのまたそれに音が一緒に入ることで直接気持ちに語りかけてくるものがあったりとかして、でそこでこうなんか固くなになっているものをもしかすると少し和らげてあげるきっかけになることもあるかもしれないですよね、はい、時にやっぱり患者さん涙されることもあるので、いやそうですよね多分ね、うん、なんか気持ち、その気持ちはすごいわかります、なんか、はい、じゃあなぜ
その音楽療法士っていうお仕事を選ばれたんでしょうか。私実は医療関係に進みたかったんですね、小さい時。はい、子供の頃に多分病気をしたりとかして、自分が障害を持って生まれてきたっていうのもあって、で、あとは学校でもね、ちょっと変わってたりとか、見た目も変わっていたので、いじめられたりとか、そういう体が小さくてね、で、人とちょっとやっぱりできることができないことがあったりとか、したりとかすると、どうしてもやっぱりいじめの対象になりますよね。で、いじめられたことがたくさんあったり。日本ですか、その時は。日本です。はいはいはい。でもそんな、それで病院に行くことも多かったりとかしていたので、やっぱり医療関係に進みたいなっていう思いは漠然とあったんですよ。はい。で、それは両親にも医者か看護婦になりたいななんて言ってた時期はあったんですけど、でもその時にピアノもやっていたんですけど、あ、そうですね。私、歌うのがすごく好きだったんですね。で、なんとなく、でも自分が歌を歌う方に進めるとかと思ってなかったので、ただ歌がすごく好きで、音楽はでもずっとやっていたいな、医療関係はに行っちゃったら音楽できないんだよな、っていうことをずっと思って、葛藤してたんです、中学校ぐらいの時に。はい、はい、はい。で、中学の時に歌に切り替えてというか、歌を始めて、で、この歌う楽しさにやっぱり惹かれていって、でもそれでもカウンセラーとかカウンセリングの道に進みたいっていう気持ちもどこかにあって、はい、でもやっぱり音楽が捨てられなくってっていうところでまた葛藤があって、はい、で結局日本の音大に行って、あ、そうなんですね。ええ、で、そこででも幼児教育を勉強して、はい、で大学卒業するときに青年海外協力隊行こうかなと思って、はいはい、ただ大学の在学中に音楽療法には少し授業で触れていたんですけど、で青年海外協力隊行こうかなとかって思ったりとかしていたときに、ちょうど大学の先生から、いや、もう青年海外協力隊じゃなくて海外ちょっと留学してみたらいいんじゃないのって話をいただいて、で、行くんだったらイギリスとかの方がいいんじゃないっていう話だったので、じゃあイギリスどうかななんて思って、両親に話したら、両親ももう好きなことを自分、したらいいんじゃないかって、両親が言ってくれたので、じゃあイギリスにって。白いご両親。そうですね、私も頑固だね、娘でしたからそれで、はい、イギリスに行きまして、はい、でそこでもう一回音楽療法に実は出会い直して、で、やっぱりやってみたいなって思って勉強したのが結局きっかけなんですね、一番、はい、それでだから結局どっかで医療関係に行きたい、どこかで人と直接関わって何かの形でケアする仕事がしたい、でも音楽っていうのがあって、でも音楽が好きだし歌うのが好きだしっていつも狭間に立ちながら、やっとやっぱり音楽療法なのかなっていうところに落ち着いたっていうことでしたね。ただ最初は音楽療法でもホスピスの方で働きたいと思っていたんです。はい、なのでボランティアはホスピスでさせていただいてて、イギリスのホスピスで、ただ音楽の力がすごいなってそこで思った経験が何回かあって、でホスピスでたまたま日本人の方の担当になったこともあって、でそのホスピスというか在宅看護の方でもうちょっとこの方だったら行ってあげてもいいですよって言われたので、その方のご自宅にも行かせていただいて、でその女性、日本人の女性の方はジャズがすごく好きなんだっておっしゃってて、はいはい、わ、ジャズか、ジャズ私分野がわからないななんて思っていて、ジャズは歌えないんですよねなんて言ってて、いや何でもいいわよ、日本の歌でいいから何か歌ってって言われて、で秋の歌ですね、赤とんぼとかだと思うんですけど、はいはいはい、ちょうど秋の時期だったので、それを歌いながら肩をマッサージしてよって言われて、マッサージしながら歌
ったりとかして、で、その、まあ、このマッサージのそのリズムっていうかね、その動かし方と、その歌のリズムは、まあ、合わせながら歌わせていただいたりとかして。気持ちよさそう。うん、だからすごく中山もっと歌ってって言われて、まあまあ、数週間後にその方亡くなられたんですけど、なんかまたそれがすごく印象的で、ジャンナは彼女はすごくジャズが好きっておっしゃっていたんですけど、やっぱり日本人の方で日本の歌私それしか知らないしとか思ってね、なんかあの、まあ、これでもいいですかみたいな感じで申し訳なかったんですけど、でもなんかそこでもなんかつながりがあるんですよね。なんかそのもちろん民族的なものもそうでしょうし、でもやっぱり音楽の持ってる力ですよね。それとあとやっぱり声を使うっていうことのなんかこうパワーというか、はい、なんかそこでの特別なこうやっぱり患者さん対象者との関わりですかね、うん、それをなんかあの経験した時に、えこれは何だろうって本当に思いましたね。なんかすごく感動的だったんですけど、びっくりしたりとかして、はいはい、なんかそんな経験を積み重ねながら、やっぱり音楽の凄さというか、うん、あの音楽しかないにしかないなんか癒しの力ですね、はい、あのにすごくなんかこう改めて気づかされたっていうことと、うん、と、まあ、自分の人生を振り返った時に必ずやっぱりどこかで音楽が自分の支えになっていたんだなっていうことにも自分で気がついたりとかして、うん、はいはい、でじゃあそれを何か生かしてやらせていただけることあるかなって思って、まあイギリスはね出ることになりましたけど、はい、アメリカでたまたま仕事が見つかって、まあ精神病院は私はどうかなと最初思いましたけど、はい、でもまあそうですね、なんかいろいろな形であの良い経験させていただいてますよね、毎日ね。素晴らしいですね。でもね、そうやってやっぱりあのなかなかね、やっぱ海外に行くっていうこと自体があのやっぱり日本人にとってやっぱり壁があると思うんですよね。まあ、やっぱり英語っていうのはもともとおしゃべり喋られたんですか。いや、もう私の英語は今でもひどいものですね。本当にあのやっぱりそうですね、あの英語はすごく大変でしたし、今でも実は英語はすごく大変だと思ってます、はいはい、でなんですけど、そうですね、ただやっぱりどうなんでしょうかね、こう自分でやりたいと思ってたことがどうしても先にあったんだと思うんです、私はね、うん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 、あとはどこかで一度日本を出たいと思っていたんですね、のはあったと思いますね。それはやっぱり先ほど言ったようにあの子供時代にいじめられた経験がどうしてもそこでどっかで尾を引いていて、やっぱり自分に自信がなかった、ね、でだから日本の社会の中で生きていく自信がなんだかずっと大人になってもなかったんですね。うん、でだから海外に行ったから出るっていうものではないんですけど、もちろんもちろんそうですよね、うん、でもなんかその時はまだ若かったので、うん、あのそれならもしかしたら海外に出たら自分に自信がつくんじゃないかみたいなね、なんか幻覚幻想というかね、いやいやいや、 あったんだと思うんです。でまあ実際はそんなことはないですよ、海外で打ちのめされましたからね、たくさん、ね、でただそれを通してまあいろんなことがあって、で主人と出会って、ね、でやっぱりいろいろと勉強させて、ね、彼を通して勉強させてもらう中で、はいまあ、自分に自信がつくって自分にしかできないんですよね。どっかからどこかに自分が動いたから自分に自信がつくとかじゃないですし、自分のありのままを受け入れるっていうのは自分にしかできないこと、はい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 、だっていうことにどんどん少しずつ気がついてきて、うん、だからやっぱり自信がない時って人に意地悪もするしたったりとかするんですね。自分がやっぱりいじめられたので仕返しじゃないんですけど、でもなんかこうどっかにあるんでしょうね、うんうんうん、でそんな自分がやっぱりどんどん嫌にもなっていくわけですよね、はい、でそんな経験が何度かありながら、はい、でこちらではやっぱり外国人ですからね、当然人種差別もたくさん受けますからね、うん、あそうですね、やっぱね、うん、でまあ
私の、ね、主人が黒人ということもあって、あ、そうですか、はい、私それを通してあの黒人の方に対して、ね、差別をまたこう間接的にとか直接的に受けたりとかする中で、物の見方っていうのがやっぱり少しずつ変わってくるというか、あのやっぱり自分を守るものって自分しかないですよね。だから誰かにこうすがからな守ってもらえるとかっていうのではなくて、自分を自分として受け入れるで、受け入れられない自分も受け入れるっていうところから始めることでしかないのかもしれないなっていうのは思い始めたんです。でもそれは本当に最近の話なんですけどね。あれですよね、あの自分を例えばあの人を批判するのも簡単だし、人を褒めることも、まあ、簡単というかそのあれですけど、自分を認めるってなかなか難しいですよね。あのすごい知ってるじゃないですか自分のことを。もちろんあの人から言われて気づくこともたくさんありますけども、すごいすごい本当に内面のところって自分しか分かんないことってあると思うんですけども、そこを自分が好きになれないと結局いつになってもなんか本当の自信っていうか、その前向きになれないというか、そういう感じっていうのはあるなと思って、 なるべく自分をあのなんと頑張ったら褒めてあげるように、自分の中でですけどね、あの、うん、決してこうその おごるわけでも何でもなくて、自慢するわけでも何でもなくて、まあ、まあこんなもんだけど自分よくやったねっていうところはなんとなく自分で言うように、あの最近心がけています。なんか落ち込まないようにでも本当にそうだと思いますよね。あのいじめの話で例えば戻ると、日本ってあのいじめられる方にも責任があるよっていうようなことを言ったりすることがあるじゃないですか、うん、よくありますね。ありますよね。で私もそれを言われたことがあって、でもどこかでそれは絶対違うって思ってたんですけど、うんうん、やっぱりそれが言えないですよね。自分がやっぱりその時弱いじゃないですか。ここではもうだってぐっとグダグダになってるわけですからね、うん、なんかもうぐちゃぐちゃになってるところで、でもいじめられる方にも責任があるんだよって、わあちょっともう私はダメなんだって、だからそういう時にやっぱり自殺願望が出ちゃったりとか、じゃあもう自分は生きてたくないよっていう思いになっちゃったりとかね。でもいじめは絶対にあのどんなにその人の性格が、うんうん、あのどうだこうだとかって、体つきがどうだこうだってあっても、いじめる方に絶対に責任があるんですよ。僕もそれはそう、ね、だからそれもやっぱり自分その対象になった方々がやっぱり分かるというか、またあのそれを言ってあげる人っていうのは大事だなと思いましたね。でやっぱりそこはやっぱりちょっと日本の文化の中でもすごく厳しいところだなというふうには感じましたね。そういうふうにあのいじめられる人も、でもそれは出る杭は打たれるんだから、へこんでる杭は抜かれるんだからみたいなね、はい、あの風潮があるところはすごく厳しいなってはわかりますけど、すごくわかります。それはなんかやっぱり日本人って文化的にこうなんかこうやっぱり横一列にみんな同じにやるみたいな。で、あの、飛び抜ける人は叩かれるし、ちょっと落ちると、それはそれで、なんかさらに落とされるし、なんか変な感じがありますよね。なんか、みんなと同じじゃなきゃ悪いみたいな。僕自身が音楽に救われたんですよ。それも、しかも自分のギターに救われたっていう、あの、一人きりだし。ギターしかなくて、うんうん、ギター弾いて自分がこう癒されるっていう、なんかもうどんだけ寂しいんだ俺はみたいな感じですけど、いやそれはもうあのスタンリーさんともお話が盛り上がると思います。 あとちょっとお伺いしたかった、したかったのはやっぱ音楽家アーティストってやっぱり、そもそもやっぱ感受性豊かじゃないですか。あのそれが表現力であったりとか演奏であったりとかにすごくつながる部分だから、感受性が豊かっていうのはすごく大事だと思うんですね。ちょっとネガティブな発言に関しても感受性が豊かな分すごく傷ついてしまう人って、やっぱりいるんですよね。います、ね、はい、あの、はい、知っております、はい、だからそういうアーティストとかミュージシャンとか、まあ、あの有名な芸能人とかもそうですけども、
なんかそういう方たちにはなんかこう、まあ、アドバイスじゃないですけども何かこう何か思われることってありますか？何かこうなればいいのになみたいな。まずはそうですよね、周りの方で本当に一人でもいいので、うんうん、その人のありのままをやっぱり受け入れてくれる人がいるっていうのが一番の支えになるとは思いますね。私は本当に自分が結婚した時にそう思いましたね。まあ喧嘩はたくさん しますし、したんですけど、うんうんうん、でもやっぱり自分の障害も含めて、うんうん、私を私として受け入れてくれる人が、それが別に自分の伴侶である必要はないと思うんですけどね、はいはい、あの友達であっても、うん、またはこう、まあね、あの西洋文化の中ではそれが例えば宗教だったりとかすることもあるかもしれませんね、うんうん、だけどそのあの自分のありのままでいいんだよ、やっぱりもちろん自分がそれをやらなきゃいけないことですけど、でも一人でもそれをまた一緒に言ってくれる人がいるっていうだけで違うと思うんですよね。はいはいはい、やっぱりネガティブなものを、ね、読めば誰だって嫌な気持ちにはなりますしね。で特にほら音楽なんかの世界ってそうなんですけど、一生懸命作ったものなんですけど、でも音の組み立ての違いとリズムの違いとこの不協和音がどれくらいあるかと協和音がどれくらいあるかって、それが好き嫌いとかね、いろいろ混ざるじゃないですか、はい、でその中であの好き嫌いの感情が出てくるとは思うんですけど、あのでそれで批判をされる方たちとかもいるとは思うんですけど、でも正直言って批判をされる方たちってやっぱり嫉妬心もあると私は思ってますね。自分がやっぱりあのなりたかったけどなれなかったからっていうのと、あとはあのこう批判をすることがかっこいいクールって思われてる方とか、はい、だからそういう方には私は正直言ってお黙りなさいと言いたいくらいですねなんかあの結局私たちは聞く側であって、アーティストは私たちにそれを提供してくれる側じゃないですか、はい、だから言うなればアーティストっていうのは車のドライバーサイドですよね。あ、私たちはパッセンジャーサイドにいるわけですよね。だから例えばどこに連れて行かれるとその景色が嫌いだったら、まあ、二度と乗らなければいいわけですね。まあ、そういうことですよね、はい、ね、でありがとうございましたでいいわけで、でも好きだったら一緒にずっと旅をすればいいだけの話ですよね。でもやっぱり批判っていうか、なんか自分の心の中で何かを発揮したいがために言ってしまって、アーティストを傷つけてしまってっていうことがまずあるっていうことを、アーティストの方も、あのもちろん知ることはあの助けになると思うんです。例えばそれ人の嫉妬かもしれないっていうことと、あとはその周りにあの何を言われても私はあなたのことを愛してるし受け入れてるよって言ってくれる人がいればもちろん助けになるでしょうし、はいはいはい、あとはやっぱりそういうグループとかね、なんか話し合う、ね、場所とかがあったりとか、またそれはあの音楽にね自分でこう書かれるってこともいいのではないかなとか逆に思いますよね。その怒りの感情だったり悔しいっていう感情を逆にそれを別に公に発信しなくても書いてみるとか、なるほどなるほど、逆に自分でこう音楽で表現してみるとかっていうのももしかするとどうなんでしょうかねって思う。もしかしたらそれは作るって、それはなんかすごいパワーのある曲になるかもしれないですね。そうだと思いますよね。だからそれは一つのまた別の意味での表現力でしょう、ね、そうですよね。結局注目をされているから批判をされるわけですから、じゃあその注目されているっていうのを逆手にとって、じゃあこれでどうだみたいな、はいはいはいね、でも簡単なことではないとは。いやいやいや、でも、あ、でもそれ一つなんかすごい今のすごいなんか多分この今もしこれご覧になってる動画をねご覧になっている音楽家とかアーティストの方がいらしたら、それすごいなんかすごいおおやってみようと思う人いると思いますよ。もうなんかね、ギターをガーって鳴らしてみたりとかしてね、でもこの批判に関して自分はこういう表現ですグワーみたいな、そうそうそう、それがなんか別にこう、グワーじゃなくてなんか、
クイーンとかでもいいじゃないですか。あ、そうそうなんですよ。だからもうね、なんかいろんな表現の方法あると思う。クイーンでもいい。そう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 。いや本当にちょっと長くなっちゃいましたけど、いやいやいや、どうもすいません、なんか本当になんか本当にあのもうとにかく、日本人で、まあ、海外に行って音楽療法士として、活躍されながらスタンリー・ジョーダンさんの、まあ、日本語向け通訳兼、なんですかね、まあ、代理人というかそうですね、仕事もされている、ね、レッツコさん、今日は今日は本当に長い時間ありがとうございました。どうもありがとうございます。皆さんもぜひあのスタディジョーダンのワークショップよろしくお願いします。はい、ますでは、さよなら。はい、さよなら。ありがとうございました。はい。